今回はウルトラライトハイキングだったんですけど、普段は季節に応じてパックラフトとかトレランとかあとファストパッキングなんかをやってるんですけど、その軸の中心にキャンプがある感じですね。標高が1000メートルから2000メートルぐらいで、なるべくコンパクトにできて、でベースウェイトって言って食料抜きのバックパックの重さが4キロ以内で、焚き火をやってご飯を作れるっていうスタイルで来させてもらいました。それが一種のスタイル。そうですね、結局普通のハイキングは結構重さにあまりこだわらずに10キロ以上とかで、例えばここからここまでって距離をウルトラライトハイキングだと荷物を5キロ以内ぐらいに絞ってより遠くへ行ったりとか、あとは体力を温存できるんで、その分早く行ったりとか、2泊3日で行かなきゃいけないようなところを1泊で行ったりとかっていうことができるようなのが利点ですね。インスタグラムとか、あとは海外のアウトドアリテイラーとか、あと生地のメーカーだとか、あと国内だとハイカーズデポさんとかムーンライトギアさん みたいな感じですね。例えば最近買ったアイテムだとインスタグラムで海外のハイカーさんが使ってた電動のエアポンプで、これぐらいのものなんですけど、昔はこんな大きかったんですけど今はこんなにちっちゃいんで、それを購入してます。最近はウルトラライトハイキングとかパックラフトとか、あとファストパッキングのギアを購入することが多いんですけど、なるべく軽量なのはもちろんなんですけど、道具がシンプルで丈夫で壊れにくいっていうところも重きを置いて買ってます。ウルトラライトのハイキングだとアルコールストーブで作れるようなクッカー一つで作れるような簡単な料理とかが多いですね。それに一手間加えてとかっていうのが多いんですけど、オートキャンプとかだとその分ちょっと家で手間かけて作ってきてからお酒飲みながらダラダラと過ごすようなカレーとかピザとかその辺が多いです。普段家とか仕事で世話しないことが多いんですけど、あまりスマホをいじらないでぼーっとするキャンプが好きなので、なるべく景色がいいところとかロケーションがいいところを選んで人がいないようなところを探してます。キャンプ自体は好きなんですけど、キャンプを軸にしていろんなアクティビティをやって運動した後にテントに泊まってお酒を飲んでご飯を食べてっていうのが僕は好きです。中学生の頃に夜家を抜け出して友達と夜な夜な集合して、秘密の場所で焚き火をしながらコーラとかを持ってってゴロゴロしながら野営をしたのがきっかけですね。キャンプにハマってたのは30歳ぐらいの頃なんですけど、子供が生まれて、で昔はサーフィンばっかりやってたんですけど、家族で遊べるアクティビティがないかなっていうことでオートキャンプを始めました。完全に今はアクティビティありきのやつなんですけど、やっぱりキャンプばっかだとどうしても食べて寝てになっちゃうんで、運動しながらどっかでついてでお酒を飲みながらっていうのも、お酒もやっぱり運動した後の方が美味しいんでという感じで、今はアクティビティでありきですね。昔親と富士山に行った時にすごい寒い思いをして登ったりして、でそこの山頂で食べたカップラーメンがすごく美味しかったんですけど、その時のことじゃないんですけど、不便な中に道具を使って快適にして、でそこで少ない道具をこううまく使って楽しむっていうのが僕のキャンプです。